エンジン前方に2本の排気ポート、後方に3本の吸気ポートを備える。チェコスロバキアの航空博物館でカウリングの一部と共に展示保存されているハーキュリーズ。ハーキュリーズはイギリスのブリストル飛行機で開発された航空機用複列14気筒空冷製型エンジンであるブリストルの技術者ロイ・フェデンによって設計され、1939年から生産された。 その後開発された戦闘ラスなどのブリストル製空冷エンジンと同じくスリーブバルブを採用していることに特徴があり第二次世界大戦中期の多くの航空機に搭載されたハーキュリーズで導入されているスリーブバルブの大きな利点は気筒の吸気、排気バルブの形状、大きさ、数を理想的に設計することが可能なことでありそれによって体積効率を高めることができた 特に多重列の星型エンジンでは、スペースや配置の問題で一つの気筒に二つ以上のバルブを設けることは難しかったが、スリーブバルブを採用すれば、比較的柔軟に対処可能であった。ブリストルがスリーブバルブを初めて採用したのは1930年代に生産された空冷星型単列エンジンである、パーシューズとアクアリアにおいてであった。 当時の航空機の発展は急速であり、両エンジンではすぐに出力不足となってしまったため、ブリストルは両者を複列化して、より大出力のエンジンを作ることを企画した。こうして、パーシューズは、ハーキリーズとして、アクアリアは、トーラスとして発展することになった。ハーキリーズシリーズの第一弾は、ハーキリーズアイと呼ばれ、出力 1290HP を発揮し1939年から、 配給が始まった。その後すぐに改良し、出力 1375HP に出力、向上したハー r c u l e s II が登場して発展を重ね、出力 1650HP の HERCULES VI が最も普及したバージョンとなった。対戦後半に供給された HERCULES VI は 1735HP の出力を生み出すことができた。ハー r c u l e s は、棒ファイターをはじめとする、 数々のブリストル製航空機に搭載されたが、主にランカスターのような爆撃機で用いられることが多かった。またハー・キュリーズは軍用だけではなく民間航空機のエンジンとして使用されることもあった。使用はイギリス国内にとどまらず、フランスのスネクまでライセンス生産されてノール・ノラトラに搭載された。ハー・キュリーズは信頼性の高さからパイロットと整備員に愛され、 総生産数は57,400機上にも及んだ。ありがとうございます。